毎日更新トグチューブドグマガナミでございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、西武新宿、駅の沼袋にやってまいりました。すごいですよ。私の最寄りの駅なのであんまり知られたくないんですけどここから今日はね、いかにこう1000円自販機までこうの道のりをですね、皆さんと一緒に地位散歩ならぬ、のり散歩僕のり焼きって言うんですけど、のり散歩で行きたいと思います。では早速行きましょう。ルートがね、どっちのルートがあるんですよ。 A ルート、 B ルート、どっちがいい、うん、こっちが A ルート、どっちがいいですかね。どっちがいい、あんまり、だいたいメイン通り向こうなんですよ。メイン通り車が多そう。なんで今日あえてのよくわかんないこと B ルート行きましょう。あなた覚えてますか。覚えてますよ。このまままっすぐ一回歩いたことあるんですか。 ありますあります。もうよく覚えてます。覚えてますよ。いいでしょ、こういうお食事どころのこういう、カレー見てください、色が見てください、オムライスの色がこれは色がお届けできるか分かんないですけどね。これいいですね、うん、いやいいですね、こういうのがね、こううまいんですよね。おこう温泉なんか、温泉ちゃうわ、銭湯なんかもあったり、ね、銭湯、あ、銭湯気になってます。いいす、 おしゃれな、おしゃれな、ね、焼肉屋とラーメン屋が異常に多いんですよ、見てください。あばら亭さん、ここがなかなかで芳醇な、なかなかですよ、食べたことないですいや、なんかこういうのいいですね、カフェソレイユですよこれ見てください、およそ50年以上経ってるんだろう、はい、そして見てください、このオリエンタル治療院、あ、すごい、石ちゃん来てますよメレンゲで石ちゃん来てます、すごいです、親友ですよね100% 嘘です。こういうの新しいですね、はい、これが街をブラブラする動画にしよう決めた毎日できるわ。でここ覚えてる、はい、来たことありますね、はい、七輪焼き、あ、美味しかったですね、ここね、ほら来てる、懐かしいです、はい、お前ら食いまくりやがでも安いな、今見るとな、そう、ちょっとこっち側から撮ってバックして、バックして、そうそうそう、あ、こういう感じ、あ、これ、これがおなじみのカメラスタイルやね、多分見てる人は。いやしかしここに住んでもう1年半ぐらいか、1年、もう引っ越ししたいね4.5 畳やで、そうです、いや辛いわ。皆さんはどこ住んでますか、書いてみてください市と町ぐらいまでいいでしょそうです、別に町とか、じゃあここで曲がってみますか。曲がりますか。うわ、ここ住宅地でなんか曲がってみる。曲がってみますか。いいよね、こう力で、はい、もうその辺自由でいいよ、はい、うわ小学生がいますねなんかでも東京って街って感じするけど、本当に一歩離れると全然そんなことないよな、ね、岐阜と変わんないもんね横浜はどうなの。もっと田舎ですね。そうなんですもっと田舎です。駅前だけですね。栄えてもう。笠谷さんは、ね、笠谷さん、ね。笠谷さん。せいぜい立つのかな。ねえ。ねえやん。そうやって横打ちもっと引ける。引ける。さあ。ぐらいの方がそれ。おお。あ、バイクが。お店ですね。すごくない？いたお店やもんな。佇まいが。でね、ここのね、沼袋ってね、女子大があるんですよ。お、だから女の子がすっごい住んでるの。駅で一緒になるんだって。だからまあ18から22までの子でしょうね。大学生で大体そうじゃんか。だからもうね、目がキドキドする。帰りコンビニで一緒にお惣菜って出したらどうぞどうぞみたいなふうになれへんかなとか思うんやけどね一回の地元のホームレスっぽい人と一緒になったことある
こうやってなっあーってやったことある。でホームレスの方にどうぞどうぞって言おうと思ったら、もう俺のどうぞどうぞ聞かずにそばしゃってこと。もうこれ卓球専門店ある。そうですね。ちょっと気になりましたけど。気になるな。あ、ここは。あ、なんかこの辺知ってますね、俺。あ、いいですね。サントリーはいいですね。このお店。ここ僕よく飲みに来る飲み屋さんですね。いいお店ですね。壁に。なんていうか、カフェ。カフェとかかな。はい。じゃあこのうなぎ屋がね。前編は終了しましょうか。ちなみにこのうなぎ屋はですね、1匹大体3000円、うな丼が3000円ぐらいするんですけど、めちゃくちゃ美味しいです、はい、2500円だったかな。では皆さん、沼袋探索編後編お楽しみください。さよなら。